どうも、若社長です。今日はね、圧倒的に女性からモテる男磨き5選、これについて調査結果に基づいてお話をさせていただきます。イケメンよりモテたいという方ね、イケメンに負けたくない、であとはもう自分が今よりモテるようになりたい、女性から言い寄られたいっていうね、ぜひ婚活を成功させたい方はとてもいい内容になってますので、最後ねご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、早速入ります。今回は2023年、結構最近ですよね、これ撮ってるの2024年の9月なんですけれども、2023年のクラウドワークスが250名の女性に対して調査結果をね、アンケートを行った結果についてお話をさせていただきます。でまずね、早速入ります。第5位はなんと脱毛です。脱毛、これはね、女性からの、アンケートの内容だと、やっぱり毛が濃い男性って苦手なので、脱毛してる人は好印象だったりですとか、あとはこうすね毛っていうところね、胸毛のね見た目っていうのはすごい苦手な女性が多いんですね。なのでこういうのをなくしてほしいとか、あと触れた時もやっぱりゴツゴツザラザラっていう、もうなんかブツブツしてたりとかね、もうもじゃもじゃしててすごく気持ち悪いとか、あとこうね、よくね、こうやってくるくるくるってやってアリさんなんてやってた方いらっしゃるかと思うんですけど、ね、小さい時とかね、学生の頃とかで出来上がっちゃうぐらいだと、やっぱりこう気持ち悪いっていうふうなことも多いんですね。であとはあの特に夏の時期とかね、暑い時期なんか半袖を着たいとか半ズボン履いたりとかすることが多いと思うんですよ。でこういう時にはどうしても目線がそっちに行っちゃうらしいんですね。なのでやっぱりその時にその脱毛してるといいというところでした。で特にどこの脱毛が評判いいかというと、ヒゲですね。ヒゲ、この顔周りのヒゲの脱毛をされている男性の評価がすごく高いというところがあります。でこの部分についてはやっぱりね、あのキスをした時にこの辺こう当たるとすごいもう気持ち悪くてチューしたくないですっていう女性が結構多いんですね。あとはヒゲがあるだけでなんかすごく不潔に見えるとか、あと食べ物がねやっぱヒゲについちゃうな、まあ、長い方とかねこの辺なんか余計なんですけど もうついちゃったりとか、特にビール飲んだ時とかね、もうね白泡がヒゲについちゃったりとかっていうのはすごくブエーってなっちゃったりとかするっていうことで、やっぱり食べ物の、飲み物とかそういったものが、つくのがすごく気持ち悪いっていう話もあります。であとはキスした時の話で、あと見た目にこうすごく嫌悪感を持つって方もいるというところなんですね。なのでこのヒゲ脱毛はすごくされると女性から評判がいいという話になってます。で特にこのヒゲ脱毛ってすごくよくって、あのカミソリ負けとかそういうふうにこう肌が、ね、荒れたりとかっていうことがなくなってくるというのと、剃ったりとかする必要がないから、でしかも毛穴が引き締まってくるんですね。で毛穴が開いてる男性ってやっぱりどうしてもね、女性から見ると清潔感がないなっていうふうに思われてしまって NG ですっていう方もいらっしゃるんですよ。なのでやっぱりこの毛穴っていうのは開きっていうのをキュッと締めることがすごく大事だったりとかするんですけれども、この永久脱毛でヒゲ脱毛することによって毛穴がキュッと引き締まるので肌も綺麗になるんですね。なのでとても評判がいいということで、第5位は脱毛でした。で次第4位はハンドクリームです。ハンドクリーム、これは女性からの意見だとやっぱ手がカサカサしてるとかわいそうとか、あとその女性の多くはこの手を見た時にすごく手先が綺麗な人に心を惹かれたりとか、あとドキッとしたりするんですね。結構なんていうかな、女性なんかね頭ポンポンされるといいですとかね、なんかいろんな話がネットで見てるかなと思うんですけれども、その男性のこの手がどういうふうな動きがあるかによっても結構女性の性感帯を刺激されたりとかってこともあるんですけれども、特にこれがガサガサな手が来るとうわってなっちゃうんですって。なのでやっぱりなるべくツヤのある、そしてシワのない、でカサカサしてないっていう手がねすごくいいっていうところですね。なので私も結構ねこうやってハンドクリーム塗ったりとかして、あの手の手入れとかって結構やってるんですけどね、やっぱりなんかね、あの男性からも評判はすごく、婚活してた時もそうですけど、ハンドクリーム塗ってた時と塗ってなかった時のこの雰囲気は評価は違ってたっていうのがあるので、特に男性の場合は女性はね、指先、この指先にセクシーさを感じてグッときちゃったりとかする人もいるんです。中にはあのちょっと下世話な話ではあるんですけれども、この指先が綺麗っていう時ワンナイトできちゃう人もいるぐらいなんですね。それでこう指先引かれたっていう、どこが良かったのって男性の指先にクラッときたっていう、なんか面白いコメントもあったぐらいだったのね。なのでやっぱり指先とか手が綺麗っていうこと非常に大事なことなので、ぜひねハンドクリームは塗るようにしてみてください、ね、意外ですよね、この第4位にハンドクリーム入ってたと。で次第3位は何かというと、来ました、リップクリームです。でハンドクリーム、リップクリームってどれだけクリーム好きなんだろうと思っちゃうんですけども、リップクリームはすごくね女性から評判が良かったそうですよ。で、あのこれは女性関連で見ると、やっぱり唇の乾燥というのがどうしても気持ち悪いってなっちゃったりとか不健康に見えちゃうらしいんですよ。
あとはキスをするときにガサガサして痛いので、そういう唇が荒れている男性とはキスしたくありませんっていう、そういう配慮ができるかできないかって大事ですっていうコメントもあったのことですね。あと女性自身、自分自身が唇がすごく乾燥するんですって。なのでリップクリームを使っている男性を見るとすごく気持ちが分かるので、なんかこう自分のことを大事にしているんだなっていうふうなところで、すごく好感を持てるという意見もありました。あと本当に唇の乾燥を治すのが顔の印象を変えることでつながるからっていうふうなことをね言ってる方もいらっしゃいます。20代30代の方なんか特にやっぱり20代30代40代前半の方っていうのは、ね、リップクリームをつけてるかつけてないか男性の唇がツヤツヤかっていうのはやっぱ見ちゃうらしいですね。どうしてもね性的な部分っていうところで唇っていうのは非常に見てしまうので、本能的にね見るっていうふうに言われてます、心理学でも。だからこそやっぱ唇のカサカサとか唇は綺麗にしておいた方がいいですねというところで、第3位はリップクリームでした。じゃ次第2位はなんと眉毛のカットですなんかあれですよね、なんかそういう順位なんだって。確かに眉毛ね整ってるのはいいと思うんだけど、眉毛カットがまさかの男磨きにってなかなか意外だなって私はちょっと思うんですけど、でこれっていうのは何かというと、人の印象は眉毛で大きく変わると。なので眉のお手入れをしていると、美容の意識もそうですけど、自分の身なりとか清潔感ということに対してとても気にかけてるなということ、印象が良かったということなんですね。なのでこの眉毛というのはもう整っているだけで清潔に思われるということなので、やっぱり清潔感を出したい男性は眉毛を整えるのがすごく大事です。実は私も、20代の時とかはもう本当に仕事と勉強にしか興味ないぐらいだったので、なので結構眉毛とかってねもう放置してたんですね。あんまり気に留めてなかったんですけども、あの時なんか他の男性が眉毛眉子ちゃん整えればいいのにって言われて、あそういうことかと思って眉毛整えたらね結構モテ度が上がったっていうのもあったので、眉毛もすごくね印象として大きいんだなっていうところですね。あとはその女性のアンケートの結果とかでも、眉毛が整っていると清潔に感じると、それだけではなくて目の印象がはっきりして綺麗になるので、ぜひねやっていただきたいというところで、顔がすごくねイケメンに見えるらしいですよ。さらに眉毛が太かったりとかボサボサの人を見るとなえるというね意見もありました。なので眉毛はすごく大事です。ただ眉毛もカットすればいいというものではなくて、やっぱりちゃんとこの太さだったりとか眉山の位置だったりとか眉尻の位置だったりとかっても大事だったりとかするんですね。で、結構これ本当に多いんですけれども、この部分ここのところをカットするっていうだけでもかなり雰囲気変わるんで、この辺とかこの辺をちょっと触る、この眉毛のこの下とこの辺をちょっと触るだけでも雰囲気すごく変わってくるので、ぜひね男性の皆さんやっていただきたいなと思ってます。うちのスマートブライダルのね会員さんなんかはね本当にテレビでもいろいろドラマとかでも引っ張りだこの有名なヘアメイクアップアーティスト、実はその彼女と私も20年来の高野真奈ちゃん、真奈ちゃんもそうなんですけど、ゆめちゃんっていうね方もいて、お二人ともすごく大人気の方なんですが、そのゆめちゃんも20年来の友人なんですが、彼女の、ね30分今いくらかな1500円かなで眉毛のカットっていうのもねアドバイスとかっていうのでオンラインでねズームで見ながらこうやって眉毛カットを自分でできるようにっていうレッスンもしてくれたりとかしてるので、結構うちの会員さんにはそういったサービスもやってるのでいいんですけども、本当にこう眉毛はねすごく大事です。でよく眉毛サロン行かれてる方いらっしゃるんですけど、それはそれでいいと思うんですよ。ただ眉毛サロンって週に1回とかねやっぱ頻繁に行かないと崩れてしまうので、やっぱ自分で再現性を持たせるってことすごく大事なんですよ。なのでうちはねそういった再現性を持たせられるようにずっとずっとこう生き続けなくて済むようにってことでねゆめちゃん紹介したりとかしてるので、よかったらねうちで活動されるとそんな特典もついてくるよっていうのねしていただければと思うんですが、であとは眉毛も、40代50代の方に比較的多い傾向なんですけれども、ちょっと一つ昔前のつんくさんね、こうキュッキュッっていうああいう眉毛されてる方がいまだにいらっしゃるんですよ。女性も男性もあれ本当にモテないので、あれやっちゃうとねもう年代が上に上がってしまったりとか、あとヤンキーっぽくなっちゃうので、ぜひね細いキュッキュッとした眉毛の人はぜひねレッスンを受けて変えた方がいいと思いますね。ということで第2位が眉毛でした。そして堂々の第1は何かというと簡易的なスキンケアですね。何かというと例えば化粧水とか乳液とかっていうところですね。
なのでこうボトックス打ったりとかそんな激しいことしなくていいので、ちゃんとこう日々の、ね、スキンケアはやってほしい。例えば日焼け止めを塗るとか化粧水を塗るとか乳液をつけるとかいうだけでもいいということですね。で、女性の意見からしても基礎化粧品くらいだったら普段からしてても違和感がないし効果も期待できるからとか、あと何も気にしてないよりずっといいと思うし、一緒に化粧水選んだりできそうだからって、なんかちょっと面白い意見もありますね。一緒に化粧水選びたいっていう女性もいるんですね。なかなか面白い。あとは、これはすごく多かったのが、肌が綺麗だと清潔感があると、で最低限してほしいケアですっていうことですね。やっぱりこの辺とかがね、肌が、私なんかもこう肌触るとほっぺたこうなんだろうな、吸い付くような肌になるように普段ケアしてるんですけど、やっぱりカサカサとかだとね、どうしても粉吹いてたりとかすると女性引いちゃうんですね。なのでぜひね、この間のケアはねするといいと思います。でね、化粧水とか乳液とかなんかはね、マツキヨみたいなプチプラとかとかね、ああいう薬局とかって行っても安く売ってるので、数千でできるので、例えば3000の化粧水、私3000の化粧水、今ソフィーナの化粧水と乳液使ってるんですけど、3000か3500円かな、あれがね2ヶ月か 3ヶ月くらいから持つんですよね。まあ、どんだけ量少ないのかって言われちゃうとあれなんですけど、コットンにつけるとすごくいいらしいんですよ。私なんかちょっとケチっちゃって手につけてパパってやるんですけど、それだけでも全然違うので、ぜひやってみるといいと思いますね。あとはね、パックもマツキヨとかでなんかこう50枚2000円とかで売ってるんですよ。でこうお風呂入った後にこう一番乾燥した時につけるというだけですごい翌日の朝もちもちしてるので、結構ねこれは私ミセスユニバース の大会出るようになって、今度は世界大会日本代表で出るんですけど、それをやるようになってからやり始めたんですごくね肌がねもちもちしててね、あんまり普段もともとが、ファンデーション塗らないタイプなんですけど、なんかちょっと肌が呼吸が詰まっちゃうのがすごく嫌で、普段もファンデーション塗ってなくて、今もまあ塗ってないんですけど、 YouTube 撮る時くらいとかはリアルで誰かと会うとかいう時以外はファンデーション塗ってないんですよね。だからうちは本当にオンラインなので基本塗らないんですけど、やっぱりそれがいいのかちょっとわからないんですが、すごく違いますね、調子がいいです。なので本当安くていいのでね、こう薬局とかでちょっと30枚とか50枚 2,3000 のパック買ってきて、そういうのをお風呂入った後につけて、でちゃんと化粧水とか乳液とかつけて一晩寝るだけでも全然違うので、ぜひ、ね、やってみてください。すごい楽なケアなのにお肌がすごく綺麗になります。うん、私は年齢アラフィフ、今ね47歳、もうずっと48ですけど、結構綺麗な肌保ててるんで、これ結構おすすめです。あと私が結構サボっちゃってるのは日焼け止めです。でも日焼け止めはすごく塗った方がいいらしいですよ。やっぱシミができにくくなったりとかするので、私も日焼け止めサボっちゃったらちょっと最近シミができ始めちゃったので、ちょっとこれいけないなと思って反省してるところなので、ぜひね一緒にちょっとケアしていきましょう。はい、ということでまとめです。第5位が脱毛、第4位ハンドクリーム、第3位リップクリーム、第2位眉毛カット、そして第1位が簡易的なスキンケアですね、化粧水とか乳液、あとまあ日焼け止めとかちょっとしたパックってことでした。ということで、この男磨きが実は女性からモテるんだよっていうことがね、この研究とかね調査結果で分かったので、ぜひやってみてください。ね、参考動画でね、これ以外にも話してるんですが、清潔感ってそもそもどういうことなのってことで、この清潔感がなくて振られちゃった男性の話、正しい清潔感を心理学と歴史から解説をしてますよっていうね動画もあるので、よかったら後で概要欄貼っておいて見ておいてください。でこの後もね、全部で 3,4 本ぐらいかな、この美容とか男磨きに関する動画をね話す予定なので、もう明日とか、明日じゃないですけど、もう続けてねやろうかなと思ってるので、よかったね他の動画もねこの後ご覧になっておいていただければと思います。ということでね、いかがでしたでしょうかね、女性から圧倒的にモテる男磨きで、うちはねスマートブライダーなんと、うちは成功率 95% ということで、実はこの中の秘訣に男性に正しい男磨きについて、実は最初のねコンサルとか、あと活動の中でも随随お話をしているんですよ。なのでうちで活動されている方はね、自然とこの男磨きを身につけることができますので、ぜひねうちで活動してみてはいかがでしょうか。でそれを男磨きをした女性からモテるように結婚までくっついてきちゃって、しかもねうちは離婚しない結婚を大事にしますので、ね、でまたちょっとそれだけじゃなくて、公式 LINE の方友達登録いただくと、なんと心理学的な婚活力チェックということでね、皆さんの婚活力どれぐらいあるのかなとか、より女性からモテる秘訣についてもね話してます。よかったらね下の概要欄から公式 LINE お友達になっておいてください。またね
過去これで結婚した方もいる1500円か2000円ぐらい参加できるようなオンラインの婚活パーティー情報も流してますので、よかったら合わせて情報をそちらから取っていただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。